自動車税を納めたいは、鹿児島県で2009年に自動車税のオフを呼びかける啓発キャンペーンにおいて起用されたローカルセンター自動車税イメージカラーが赤、黄色、青の美少女キャラクター3人により構成されるが、個々のキャラクターに名前は設定されていない。3名とも、ドアミラーハンドルシートベルトをデザインしたコスチュームを装着しており、 三人のリーダー格と思われる赤は、初心者マークを紙止めにしている。また、魔法少女アニメの定番である、お供のマスコットに相当すると思われる顔のついた、オレンジ色と黄緑の自動車が登場している。鹿児島県税務課によると、企画段階より朝日放送、東映アニメーション制作のテレビアニメである、プリキュアシリーズとの類似性を指摘する意見が、存在したので、 デザインにオリジナルの要素を入れて独自のキャラクターを作り上げたとしている。また企画に際しては特に萌えを意識したわけではなく広く県民向けのポスターですからもちろんすべての年齢層をターゲットにしていますとしている。5月中旬にはヤフージャパンで九州地方からのアクセスユーザーを対象にフラッシュでインターネット CM を配信5月下旬から 納付期限の6月1日までテレビ CM も放送された。なお、ポスターでは赤がコンビニ、黄色がパソコン、青が金融機関を自動車税の納付方法としてそれぞれ PR しているのに対し、フラッシュ広告とテレビ CM では赤が金融機関、黄色がコンビニ、青がパソコンとなっている。ありがとうございます。